第17回になります。えー、っと、今日は、えー、昨日、うんと上がりまして、10、うんと、昨日16.28%上がりまして、えー、その結果、まあ私のマイナスが、含み存が28%まで減りました。 でもまだ28%ありまして、えー、で、今、マイナス156万になっております。で、えーっと、まあ、私、500万ぐらいから始めて、で、コロナショックの前は儲かってたんですね。儲かってて、400万ぐらい儲かってて、900万ぐらいまで行ってまして、そこから、すぐに下がってきちゃったんで、 えまあ300万ぐらいそこから含み益がなくなったところ100万ぐらいの含み益で決済しましてで600万になりましてその600万をまたテスラにえ投資してでえまあ723ドルで買,買い戻ししたんですけどそれがまた下がってきちゃって今またそれが。 まあそれで505ドルなんで28%と。なら、えっ、ー、と100万の利益を引けば、まあ56万ぐらいのマイナスですかね。まあそんな感じになっております。まあ、うーんと。えっと <laughs> えっとまあ最初にインしたのが460ドルのところでインしたんでここら辺ですね。この辺でインしてまあここら辺まで行った時に900万ぐらいになったんですけどその後下がってきちゃった 一番下がったところら辺で決済してでその後少しこう上がってるところこの上がってるところでここで買ったんですねこれ買ったらまた下がっちゃってここまでになっちゃったっていう話ですねうんなのでまあこれから 上がってもらえばそうですねえとまあで上がり気象になってきてるんでえと株自体全体が日経平均もえ今日はいくらだったか 日経平均も今日1400ドル上がってまして、前日はニューヨークダウが2000ドル上がってるので、上がり基調になってきてますね。で、このアメリカの経済対策、これが一番上げの原因になってるんかなーっていうふうに捉えてるんですけど、でもまあ、それだけじゃなくて、 単純に空売りしてる人たちがこういう政策を打ち出してきたなんでまあその空売りしてた人たちが早めに買い戻しをしてるんじゃないかなっていうのが実態かなと思います。必ずしもなんかかかこううっってああのそれがあったからというよりかは実 具体的に売る人買う人のせめぎ合いでえっと今まで売って儲けてた人がそれで利益確定で買い戻しすれば上がるとかそういう面もあるのでニュースが必ずしも当たってるとは限らないのでそういう側面もあるかなと思います。 でまあこれで、まあ、こんなぐらいになったんですけど、まあ一応今日のテスラのコメントをちょっと、えー、で、時間外取引で、これ12%ぐらいになってたんですね、うんと上がってた時もあったんですけど、また下がってきちゃって4、4%になりましたけど。 今日も上がるような感じはしてるんですけどさっき12%まで上がってたのがちょっと戻っちゃったんであれなんですけどこの市場でプレーマーケットって時間前取引ですね大ニュースな愚かですが人々はそうしましたまあ買った人がいると愚かだって言ってますね これは人類史上最大の現金獲得ですそうニューヨークの病院のベッド1週間テスト結果を待っている人風邪を待つ人々でいっぱいです全ての有名人がどのように陽性をテストするか面白いとまあ日本でも志村けんさんがなりましたけどそんな感じなんですかね うん,うんロングはとても幸せですまあ1000ドルと、まあ、この前までは100ドルになるなんて言ってたんですけどこうなんかこうすぐ状況が変わるとコメントもすぐその日によって変わっちゃうんですねガラッと変わっちゃうのを結構見てきてるんですけど でまあ、そのコメント通りに行く時も多いんですけどうーんまあたい過激なコメント言ってるのと冷静なコメント言ってるのの間ぐらいになることが多いかなとは見てるんですけど毎日はジェットコースターですその通りだと思います上げ下げ下が激しいんで こういう時はあの高橋ダンさんの動画もちょっとかなり参考にしてるんですけど、やっぱり何もしない、ドゥ・ナッシングで、えー、と、まあ、こういう上げ下げが激しい時は、動くと、動いただけなんか、わからないと、わからない人だと、取られちゃうっていうのは本当だなと思うんですけど、なんかそういう想定したのと逆に動くような、そんな感じがするんで、 動けば動くほどお,お金をこういうとき取られちゃうかなと思いまして私も買い戻ししてから何もしてないですねテスラ売られすぎこれはハイドです日本のハイドが出てるなんでだかよくわかんないですけどテスラ売られすぎの在庫ですそれは本日 改善になる可能性がありますあそうなってほしいですね100ドルぐらい上げてほしいうん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 分かんないですねではなぜ 非常に短い期間で米国を渡る世界のリーダーになる。残念ながら私たちはコロナウイルスの症例都市を先導します <laughs> まあまた強いアメリカ戻ってくるってことなんですかね わかんないっすね読んでてもどっちに行くかどうかはちょっとまだ読めないって感じですね。ロビンフットっていうのがあのー、株の自動売買のソフトみたいのでアメリカなんかやってる人が多いような感じがするんですけどこれでやるとなんか自動で設定が細かくできるみたいですね売り替えが。 あの普通に注文するより多分そういうソフトが結構使ってる方が多いんでどだからその連鎖反応でこうなった時に売るっていうの連鎖してるとドミノ倒しみたいになって動いちゃうのかなっていう感じもしてるんですけどうん。であとまあテスラがあのー。 人工呼吸器を作るように政府から言われたみたい、それの着手に当たってるっていうのも、印象がやっぱいいのかなーって感じもしてるんですけど、そしたら今度は、えっ、ー、と、ダウの方のコメントですね。うん、うん、うん。 なぜ市場利益を消したんだろうかれ。ううん。うん、うん。まあ、四半期が、最初の四半次の四半期は悪いですね。テスラも4月の二十日ぐらいに22日だったかな。 なんか発表があるみたいですけど、悪いと思いますけど、4000ポイントアップなんてコメントもありますね、まあそれはないと思うんですけど、法案が通過したっていうのが、トランプのあれだと思う、経済対策の法案で200兆ドル、うん ?2 兆ドルか、200兆ですね、日本円だと。 200兆円やっぱすごいですね。200兆円っていう。すごい。日本の国家予算の倍ぐらいですね。日本の国家予算が100兆円ぐらいだから、それのほぼ倍ですね。うん。 特に何、えー、ともううどっちに行くかってのはわからないですね。ただこう上がるっていう感覚がすると空売りしてる人たちも逃げないとなんでそうすると買い戻しが始まって 上がるような感じがしてるんですよねショートをやめて買いに越して今日は再びグレーになりますそんなような感じが自分もしてるんですねまあワクチンなし原因なしこの人は空売りしてるんだからわからないですけどワクチンがないのにまた上がらないでしょってことだと思うんですけど d o のフューチャー、先物は取引はダウンしてますって書いてあるんで分かんないっすね今日は。うん。プラス2000ドルともろ、ショートは覚悟しとけって書いてありますね。そうなってもらえればいいんですけど。 そうですね。で、こんな感じで,で、まあ、記事がちょっとあったんですけど、うん、まあ、どうしたらテスラが上がるかみたいな書いてあるんですけど、まあ、ここで、まあ、これまでのところ、中国では良好ってことで、中国で4000台近くの車両を販売しましたってことで、 まあそういうニュースもあるのかなっていうでも4000ドルっていうと少ないですよねトヨタなんかじゃあこんな数字じゃ全然ダメだと思うんですけどうん資金調達資金調達はさら、うん、に難しくなりますとかうん、うん、悪いことも書いてあるんで分かんないですね うんまあちょっとおどっち行くかもう今日はでもプラスになるような感じがしてるんですけどまあ他の銘柄もちょっと Facebook はマイナスですねうーん AT&T これはまあま変わらず あテスラの中国のライバル車って言いますか、中国版テスラ。これもあんま変わらずですね。まあ、時間外、時間前取引なんで。あと、アップル。<laughs> あれ、すいません。アップルはあんま変わらない。あれ、今日はあんま変わらないところが多いですね。 あんまり上がらないのかな昨日結構上がったんで、今日はちょっとあんまり上がらないとこが多いですね。うん。ペイパルもダメですね。フォード。フォード。 はちょっっと上がってますね自動車産業ちょっと上がってるのかなまあこんな感じですねはいまあ引き続き分かんないですねこの相場はもううーんまあまあでも急激にこう下がったんで急激に上がる可能性もあるかなとは思うんですがまあそれはあのどの程度 このコロナウイルスが影響を長引かせるかとかにもよるんですけどまあ一応でもまあ空売りしてる人たちは買い戻さなければいけないっていうのもあるんでうんーでもどっちに行くかでもう全然読めないですねでまあ,あ今回こうやってトランプさんの、えー 政策とかこういう経済政策で上がったりとかっていうのを見ると、まあ、こういうのが出るかどうかっていうのはわからないので株っていうのはやっぱりギャンブルに近いんじゃないかなっていう思いがまたしましたねあのー、やっぱりその時によって、えー、全然変わっちゃうんで えー、まあその偶発的な要素その時のことによってこれが出るとは予想もできない部分あるんでただからあのー、結構ギャンブル的な要素も株にはあるかなと思いますねなのでまあ信用取引っていうのは あんまり控えめにやった方がいいかなと思います。ギャ,ギャンブルなんでかけるのがやっぱり地元手元現元金にしとけばまだ大あのそれほど致命傷にならないけれど手元現金以上にやっちゃうとお遺症っていうのが来るんでえー、っと多分。 預けてるお金の何十パーセント、二十パーセント、三十パーセントぐらいまで損になっちゃうと、おしょって言いまして、強制的に、その後追加で、あえっと、証拠金、預け、お金を預けないと、勝手に決済されちゃうんで、まあ、例えば買いに、えっと、買い、買ってる場合ですと、買ってた銘柄下がって、で、あ 預け金の20%ぐらいまで下がっちゃうと、強制的にそこでロスカットが入っちゃうんで、売られちゃうので、そういうこともあるので、信用取引っていうのは、あの、かなり慎重にやらないといけないかなと思います。まあ、まあ、た皆さん普通にわかると思うんですけど、 まあそんな感じですね。うん。うん。こういうニュースとかで、えー、まあ、あと、あと政府が買ったりもするんで、何が起こるかちょっとわからないので、やっぱり株投資ってのは、一種のギャンブルに近いんかなって感じはしますね。 はい、でまあ今日はあと最後にモデル Y の一応モデル Y がこれからこれが売れてくれればあの非常にあの株で、えー、上がるかなと思うんですけどこれでこれ次第ってところが非常にテスラのあれが強いかなと思います。 これあのテスラのああの公式のでイーロン・マスクが説明してるとこですねこの青いのが一番メインみたいですね モデル3かな。 ちょっとやっぱり SUV だからあの少し後ろが高かったりするんですけど SUV っぽい形がちょっとありますけどでもモデル3とあんまり変わらない形なのでなんか普通にあんまり SUV っぽい形はしてないなと思うんですけど。 うんかっこいいですね私もできれば欲しいんですけど、まあ、こんな感じですねはいまあこれから 少しずつ上がっていくのかなって感じの相場ですね。はい。じゃあ今日はこんなとこではいありがとうございました。